インドミタブルはイギリス海軍の航空母艦、イラストリアス級の改良型で搭載機数の増加が図られている。ビッカース・アームストロング社にて建造された。1941年11月18日にインドミタブルはイギリスからカリブ海へ向けて出航した。バミューダ諸島経由で11月3日にジャマイカのキングストンに到着したが、そこで座礁した。 当初の計画では、インドミタブルはシンガポールへと開港されて、東洋艦隊へと編入される予定であったが、この修理に1ヶ月弱かかったため同艦は、マレー沖海戦に間に合わず、プリンスオブウェールズ、レパルス喪失の一員となった。修理はアメリカのノーォークで行われた。1942年のペデスタル作戦時に取られた、本艦。修理完了後、 12月18日に出航し、南アフリカ経由で1942年1月11日にアデンに到着した。インドミタブルはシンガポールへ50機のハリケーン戦闘機を輸送する任務に着くためポートスーダンへ移動し、そこでハリケーンを搭載した。ただし、搭載時に2機が損傷したため、実際に搭載したハリケーンは48機であった。また、航行中に、 戦況悪化のため戦闘機の輸送先はバタビアに変更された。インドミタブルは1月15日にポートスーダンから出港し、1月27日に28日にハリケーンを発進させ、2月2日にトリンコマリーに寄港した。2月25日、ポートスーダン到着。インドミタブルは再び48機のハリケーン戦闘機を乗せ2月27日に出港した。 今度の輸送先は、正論島であった。1942年5月、イギリス軍は、アイアンクラッド作戦を発動した。この目的は、日本軍がマダガスカルを、潜水艦の基地とすることの阻止であった。インドミタブル、空母イラストリアスや他の多数の艦艇は、作戦準備のため南アフリカのダーバンに集結した。攻撃は5月5日に、クーリエワンで開始された。 5月8日にインドミタブルはフランスの潜水艦モンジュから来撃されるがモンジュの魚雷は外れモンジュは駆逐艦アクティブとパンサーの爆雷攻撃により撃沈された次にインドミタブルが参加した作戦は8月に実行されたペデスタル作戦であったこれは大規模なマルタへの輸送作戦であったインドミタブルは希望本経由で大西洋に入り 他の参加艦艇と合流後地中海に入った。作戦中の8月12日に爆弾が命中して損傷し44名が戦死した。この損傷の修理はリバプールで行われた。修理完了後、インドミタブルはシチリア島上陸作戦に投入された。しかし、 7月16日マルタ北東沖にて十八88の雷撃で損傷した。アメリカのノーフォークで行われた修理は1944年5月まで要した。1944年に取られたインドミタブル。着艦中の戦闘機はグラマン海4海マートレット。修理完了後イギリスに戻り、1944年6月12日に空母ビクトリアスと共に、 イギリスを離れ、地中海経由で7月7日にコロンボに到着した。東洋艦隊に編入されたインドミタブルは、8月19日にビクトリアス、戦艦ハウなどと共に出撃し、8月24日にスマトラ島空襲を行った。これ以降、9月18日にスマトラ島空襲、10月17日と19日にニコバル諸島空襲を実施した。 太平洋艦隊が新たに編成されると、インドミタブルもそれに加わり、スマトラ島の西遊諸攻撃に参加後沖縄戦に参加した。1945年5月4日、インドミタブルも特攻機の突入を受けた。5月20日、駆逐艦、クイリアムと衝突した。1945年11月、インドミタブルはイギリスに戻った。 1947年から1950年にかけて近代化改装が行われ、その後本国艦隊に編入された。1953年10月に予備艦となり、1955年には助籍席の上、スクラップとして売却された。ポール・ウフオ、ジャック・モードル、ザ・フレンチ・ネイビー・イン・ワールド・オーツ、ユナイテッド・ステーツ・ネイバル・インスティチュート、1959、P205。 ありがとうございます。